本日の晩ご飯は、プロテイン、味噌汁、卵、大根の漬物、キムチ、納豆、当別、日の丸弁当の唐揚げ。あとご飯が、3分の1合ですね。あと梅。できない。はい、こんばんは。今日はね、今自宅の前にいるんだけど、いよいよ近々車中泊生活が始まるんで、今日はそのデモンストレーションということで車中泊してみようと思います。床にはね、一応ペラペラのマットが敷いてますけど、その上に、まあ、キャンプ用のこれ敷いて、寝袋そして掛け布団で寝ようと思います。いいね。なんかちょうどベッド一つ分、布団一枚分の広さがあります。お、これはいい感じじゃないかにゃ。はい、おざーす。7時。うん、だいたい6時間今寝ました。うん、床ちょっと硬いっすね。やっぱキャンプのこれだけだとちょっとね、硬い。自宅の布団の方がね、やばくて寝心地いい。まあでも十分、これだけでもあったかいですね。だからまあいい感じのマットレスを見つけて買えればいい感じになる気がします。たまーん。おし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 。ネゴジン、ネゴジン。あー、かわいい。たぬきち2号か。たぬきち2号。かわいい。あ、かわいい。おげさまん、どうもございます。関東はね、すごいあったかいですね。夜もね、この薄い毛布2枚かけて寝たんですけど、快適でした。床に関してもニトリで、これ折りたたみのマットレスを買ったので、これ引く前よりは快適になりました。自宅だとマットレスプラス敷布団を引いてるから、まあ普通の自宅の方が床が弱くて寝やすいんだけど、まあこれも慣れたら十分かなっていう感じですね。まあよく言うと敷布団欲しいけど、まあ増やせばどんどんね、寝心地は良くなって、逆に物が増えて、それはそれで違う部分で面倒くさくなってくるんで、まあこれがちょうどいいのかなと思います。でここね、横の天井収納は、この家から持ってきた掛け布団を収納しました。これはまだね、冬なんないと多分使わないんで、まあ、ここにずーっと置いとく感じにしようかなと思います。で、この薄い毛布に関しては日々使うので、まあ、この辺に置いといて、このマットレスはもうずっと敷きっぱでもいいかなって思いました。まあ、とりあえず、敷きっぱでも結構この机が、まあ、安定してくれるんで、まあ、この敷きっぱ状態で生活してみようと思います。